こんにちは、アンドステディ小野崎です。このチャンネルは足が痛い、足に合う靴が見つからない、むくみや O 脚を改善したい、そんな女性のためにお届けしています。さあ、今日もこちら足元作りの基礎講座、無料のメール講座になりますけれども、こちらにお寄せいただいたお悩みに対して回答を差し上げたいと思います。こちらのメール講座登録フォームの足元のお悩みを教えてくださいというところに寄せられたものをいくつかご紹介します。はい、一つ目、足元のお悩み、どんな靴も足に合っていないと長年感じており、パンプスはストラップ付きを選んでいますが、足の裏に魚の目やタコができています。小指の付け根の骨が出っ張ってきていて痛みも感じています。はい、これはですね、足に合ってないと長年感じているという時点で、市販で探せないお足なのかなというふうにちょっと予想をしますね。ストラップ付きを選ぶということは、これは多分もうないと脱げてしまうからだと思うんですね。そして、足と靴がフィットしないことによって、足の裏にですね、魚の目とかタコができてしまっていると。魚の目とかタコっていうのは、何が原因かというとですね、この一箇所だけに圧がかかりすぎてるよという足からのサインなんですね。ですから足の裏、本当であればこの平全部に体重が分散しなきゃいけないところがですね、ここだけに体重が集中してしまってるから、足は自分の身を守ろうと思って皮膚を厚くするわけです。それがタコなんですね。で、タコにこう目ができちゃうのを魚の目というふうに呼びます。タコぐらいだったら、靴の履き替えでですね、薄くなることは全然可能です。でもね、目ができるとこれはもう皮膚科で取った方が早い。で、魚の目はですね、ちょっと痛いというのも良くないことで、この一箇所痛いところがあると、ここを逃がすように、こっち側にこう重心をずらして歩いたり、こっち側に重心をずらして歩いたり、そういう、こう痛さを逃がすために歩き方が絶対おかしくなってくるはずなんですね。そういう意味でも、魚の目ができたら、これはもう早めに取るというのが正解だと思います。そして、小指の付け根のタコ、骨が出っ張ってきている、ここですよね。これはね、内反証子と言います。外反母趾というのは有名です。親指が、体の外に向かって曲がっていくのを外反母趾。内反証子は、小指が、体の内側に向かってこっちに曲がっていくことを内反証子と呼びます。ここはね、両方表裏一体なんですね。結局その足の端と端に与えてくる影響、これ歩き方によることがね、非常に大きいんですけれども、結局小指にそんだけダメージがあるということは、親指にもきっとダメージがあるはずなんです。で、これもね、前の動画でも多分お話しさせていただいてたと思いますが、小指は関節がちっちゃいからね、すぐにダメージが見えるんです。なので外にものすごく10揺れたら内側にも10揺れる、この揺り返しというんですか、これがあるから小指にダメージが起きてくる。つまり足がこう揺れてるよというサインですよね。本当は足ってこう前だけにこう動かしたいんですけど、この横揺れというのが体に良くない作用をしているでしょうね。それもこれも足に合う靴を履いていないからですよというふうに結論付けられるわけです。ですからこの方への回答としては、足をお測りになって、足に合う靴というのをまず体感することからスタートしましょうというふうに、お話しさせていただきます。はい、それでは次ですね。はい、足の指が使えていない、外すねの張りが強い。外すねというのは、ふくらはぎの外側ですね、これもね、さっきちょっとこの横揺れの話しましたけれどもね、結局小指の上登ったところが外側のすねなわけですよ。つまり横に揺れてる人というのは小指も痛くなればすねの外側が痛くなり、さらに登っていくと股関節が痛くなったり腰が痛くなったりというふうに、全部体の外側に何かしらトラブルが起きるということなんですね。
で、だからこの揺れは何で起きてるかっていうと、結局指の踏ん張りが効いてないからっていうことなんです。で、この方のすごい素晴らしいなと思うところは、自分で自分の足の指が使えてないというふうに分析できてる、そういう体感があるということなんですね。で、体というのは会社と一緒でして、仕事ができるところに集中するんですよ、仕事が。だから足の指がサボってるとなったら、この足の指が本来するべき仕事というのも他の体のパーツが代替するといいますか、どっかがやってくれるんですよ。そうするとね、今度その仕事をやりすぎた場所が痛くなったりするんです。この方だとすねになるわけですね。で、そういうふうに体というのは全部もつながってますのでね。で、指っていうのはとにかく下半身の血流のスタートでもありますから、何があっても浮いてる指、これ浮き指と言いますけれども、浮き指はまず指を地面に下ろすというのが基本。これができてなければウォーキングも何の意味もないし、ランニングやったって危ないし、ヨガだって片足立ちができませんということになるんですね。ですから私たち人間の動作の基本はまず足の指ですというふうに申し上げたいと思います。ですからこの方は足の指がまず地面につけば、このね、外のすねの張りというのも、解消していくに違いないです。で、指が使えない理由というのは、結局アーチがないからなんですよ。足裏の3つのアーチをしっかり作る、整えてくれる靴とかインソールというものをお試しになられた方がいいと思います。はい、それでは今日は以上2点のご質問にお答えさせていただきました。こちらね、無料のメール講座はですね、トップページのこの一番左上のところから入れますので、何かね、靴、足、歩くのお悩みがありましたら、できるだけ具体的に教えていただければ、こういう形で、私の方で、ご回答させていただきたいと思います。はい、それでは今日は足元づくり基礎講座に寄せられたご質問に対してお答えさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは足が痛い、足に合う靴がない、むくみや O 脚を改善したい、こういう女性のためにお届けしています。アンドステディのチャンネル登録をお願いします。いいねボタンも励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。